会社が若干効率が悪くなったとしても、うんうん、をこなしてる方がその人のためになるじゃないですか。なるほど。土地を見た瞬間にしちゃってるんですよ、うん、アシスタントをつけるよりもだっていう認識を持った方が会社自体は伸びますよね。そうですね。皆さんこんにちは、日の丸コンサルティングの田代と申します。よろしくお願いいたします。コラボハウス一級建築士事務所の清家修吾と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で今日ですね、ちょっと清家さんに聞かせていただきたいのが、はい、まあ、コラボハウス設計士と作る家というこの、まあ、ビジネスモデルのチームの作り方、組織の作り方というこの構造についてちょっと聞かせていただきたいと思ってるんですけど、はい、でこれ何が違うんだろうっていうところなんですが、今、まあ、コラボハウス、あるいは岐阜のグランハウス、滋賀県のルポハウス、この設計士と作るっていう家づくりのあり方が全国でこうお客様から選んでいただいてるなと思っていまして、実際会社も成長してるっていうところで、ただあのいろんな住宅会社さんからあの仕事柄この経営の相談をいただくんですけど、いかんせん人が成長してくれないと、そして生産性が上がらないと、あるいはデザインが良くなっていかないっていう相談をいただくんですけど、はいはい、これ構造にそもそも問題あるなと思っていて、うん、その構造っていうのはチーム、組織の構造なんですけど、1個目のテーマはその1人2役の設計事務所っていうのがコラボハウスの一つの特徴だなと思っていて、まあ、設計も営業もできることが当たり前だよねと、うん、他にもこう1人2役あるじゃないですか、うん、これってそもそもこうどういう2役があるのか、まあ、現場監督と設計士っていうのもありますし、どんなものがあって、まあ、そもそもなんでそういう働き方になってるんだろうなっていうのをちょっと深掘りしていければなと思うんですけど、わかりました、はい、まず今ある2役ってどういうものがあります？保育士さんと設計士さんとかもあるかもしれないし、もう基本的に住宅会社さんって今ほとんど分かれてるのが、まあ、営業系のところ、はい、それから設計系のところ、はい、現場管理系、はい、現場監督っていうこの3つに分かれているところが多いんですよね。そうですね、はい、でちっちゃい会社になればなるほど営業をやりながら広告をやってる人たち、うんうん、営業をやりながら土地探しとか不動産やってる人たちっていうのがいて、で大きい会社になるとこれが全部もっとバラバラになるんですよね。そうですね、分業が細かくなると、うん、でその分業化をしていくっていうのは会社にとってはすごい効率的でメリットは確かにあるんですけど、うん、分業化をしていけばいくほどその社員さん一人が効率はよくより詳しくはなるかもしれないんだけど、将来その人がその例えばうちの会社本社が今愛媛にあるじゃないですか、はい、で愛媛にあるんだけど結婚を機にとか例えば実家が全然離れた新潟ですとか、うん、っていう話になった時に、じゃあそこに戻ろうとした時にですね、そのちょっとした役しかできなかったらその子ってもう他の会社で使い物にならないんですよ、うん、でそうやったらかわいそうじゃないですか、はい、だから本人のためを考えても会社が若干効率が悪くなったとしても、うんうん、1人2役3役をこなしてる方がその人のためになるじゃないですか。なるほど。でそこがベースですよね、うん、まあ、それは絶対重要だと思います。なるほど、うん、でまあ、それがまず一つあると、はいはい、あとは、まあ、会社をちょっと作った当初の話ですけど、会社作った当初って、まあ、私はもう主に営業と設計、はい、でのまあ、田久保君という子は今現場監督でいるんですけど、はい、田久保さんが設計と現場監督だね、うん、っていうような感じで兼任してたんですよ、はい、でこうすることによって例えばどうしても設計が忙しいなと思ったら2人で設計の仕事をすればいいし、うん、例えばどうしても今現場が結構忙しいと2件同時で上等が被りましたみたいな感じになると、うん、じゃあ俺こっちの現場行くからタコさんこっちの現場行ってねみたいな感じで協力しながら仕事ができるので時間の無駄をなくすことができるんですよね、うん、そのために1人2役3役をやっておいた方が仕事の効率がいいと、うん、で結局家代金を安くしようと思ったら、うん、仕入れ値を下げるか効率を上げるかしかないわけじゃないですか、はいはい、でお客様のためにも効率を上げるっていうのは重要なので、うん、分業化をして効率を上げるっていう考え方もあるし、うん、兼業をして1人2役をやって効率を上げるっていう方法もあるんだけど、どちらかというと1人2役とか1人3役やることによって効率を上げようっていう方を選んだのが私たちだと思うんですよ、うん、なるほど、なるほど、だけっすね。なるほどですね。でこれはもう創業の時からそうやって1人2役を当たり前にやってきて、うん、まあ、今もそれを続けているっていうのが背景にあるというところですね、うん、まあ、それが社員が少なかったっていうか、まあ、初めのところって人がいないから、うんうん、やらざるを得ないやるしかないですもんね、うんうん、でも結局それが良かったんでしょうね。そうですね。1人で2役とかやってるとどうしてもその例えば土地を探す段階で、うん、
もう設計ができるもんだから土地を見た瞬間にもう設計しちゃってるんですよ、うんうん、まあ、大体こういうのはでどういう間取りがいいかなっていうのがパパパって3案ぐらい出てくるまでに5分から10分ぐらいだと思うんです、うん、でそういうことができると土地選びがやっぱりうまくなるので、うん、土地選びをする人が設計ができればいいし、うん、で設計がある程度できる人って土地選び早いんですよ、うん、それってお客さんに対してもかなりのメリットがあるので、まあ、こっちが普通ですよね。なるほど。まあ、ただもう一般の人っていうかそこにどんな建物が建つか分かんないから、うん、先にとりあえず土地を買ってから間取りを決めようっていう人いるんですけど、うんうん、まあ、土地を買う段階で間取りを落とし込んでこの土地だったらこの間取り、この土地だったらこの間取りっていうのが、うん、決めてからどれの土地にするかを選んだ方が本当はいいんですけどね。そうですね、まあ、土地だけじゃなくて住まい方も考えて買うことが本当はできるよねっていうところなんですね。それが、まあ、大手のハウスメーカーさんとかでも大体設計士さんとかいてくれるから、うん、そういう人らに相談したら、うん、土地を選ぶ段階でこれ買っちゃダメとか、うん、もうこれやったらええよとかっていうのは言ってくれるんで、うん、まあ、一般のお客さんだったら各会社の設計士さんとか、うん、あと大手のハウスメーカーさんでも営業の方で設計できる方って結構いるんですよ、うん、でそういった方に相談さえすればいいと思います。なるほど。実際ちょっと今生産性っていう話があったんですけども、うん、こういろんな住宅会社さんからご相談いただくときにどうしてもこう1人当たりの生産性が上がってこないっていうのがこう経営課題としてあって、でなんでかっていうとやっぱり営業は営業、設計は設計、うん、現場監督は現場監督ってまず分業されてますと、うん、で分業されてる上にアシスタントつけてくれと、うん、俺は営業のアシスタントが欲しいと、で設計のアシスタントが欲しい、現場監督のアシスタントが欲しいっていうふうになるんで、こう全従業員さんで割った時に1人当たりの生産性っていうのが年間、うん、まあ、2件から3件の仕事しかできないんですよ、うん、でもコラボハウスだったら1人当たりがやっぱり年間4件ぐらいの仕事をしていってるので、まあ、単純に 1.5 倍から2倍の生産性があるじゃないですか。で一方ででもこれコラボハウスも危ういなと思うのが、うん、アシスタントつけてほしいっていう先輩社員が昔に比べて増えたなと、うん、コーディネーターをつけてくれと。めっちゃわかりますね。でこれはでもそれを譲ってしまって普通の会社になっていくっていう会社がたくさんある中で、うん、なんか絶対譲れなかった軸っていうのがあるんだろうなと思っていて、実際要望ありますよね。まあ、あの私も実際秘書欲しいし、そうですね、あのアシスタントはむちゃくちゃ欲しいんですけど、はい、アシスタントってつけてしまうと、うん、自分の作業的なところだけをパンパンって振るんですよね、うん、私の雑用というか、うん、をアシスタントとしてやらせ続けてるとその子たちってある一定以上伸びなくなるんですよね。そうですね、うんうん、作業効率がいい子、うん、仕事をこなすことがうまい子であって、うん、自分で物事を考えて自らお客様のために何かをするっていう、うん、スタンスじゃなくなっちゃうから、そうですね、その子のためにならんすよね、うん、もうそれだったら自分が楽をしたいから部下をつけたいとか、うん、自分が楽をしたいからアシスタントをつけたいっていう感じではなくて、自分と一緒に同じようなレベルの人たちでお客様のためにいい家を作っていけばいいじゃんって考えると、ね、仕事のできる仲間増えると思うんですけどね。そうですね。きっとコラボハウスはそれを一人二役で当たり前にみんなが協力し合ってるから、まあ、今の会社になっているんだろうなと思っていて、うん、まあ、いろんなご相談いただく住宅会社さんの場合はやっぱり店長がアシスタントをつけていって、まあ、使いやすくしてしまう。でもその子は5年経つとやっぱ辞めていっちゃうみたいのがあって、こうなかなか伸び悩んでいるし生産性も上がってこないっていうのが、まあ、住宅業界の現状でもありますし、まあ、全ての会社のサービス業も含めて起きている現状なのかなっては思うんですよね。まあ、一部の業種だったらそれでもいいと思うんですよ。そうですね、あの仕組み化が非常にしやすい業種の場合は、うん、ある程度全てが分かっている詳しい人がルールを全て作って、うんうん、でそのルールをもとにこの商品は売り方はこうですよ、うん、この通りやってください、でも成立すると思うんです、うん、それはもう工業化された製品が同じような形でお客様の要望も特に変わらない場合、ただ住宅の場合ってリフォームとかリノベーションもあるじゃないですか、うん、で新築住宅においても注文住宅でも2世帯があったり平屋があったり、ちょっとちっちゃい家とか大きい家とかあるので、お客様の要望に対してその場で担当者が判断をしないといけないことっていっぱいあるんです、うんうん、はい、こういった業種の場合は、まあ、お医者さんとか弁護士さんとかでもそうだと思うんですけど、一人で物事を判断するよりちょっと違った考え方を持った2人とか3人が合わさってベストは何なのかを考えた方が絶対正解に近づくんですよ、うんうん、でそういう業種の一つが設計事務所とか住宅会社だと思うので、うんうん、そういう意味でも一人二役を追求していって、うん、アシスタントをつけるよりも一緒に成長していく仲間だっていう認識を持った方が会社自体は伸びますね。そうですね、うん。